ます。今日は本当に私さ、あのさ、忙しいって言うと、へい、ちょっと嘘やけど、ちょっと明日早いので、本当に今日は長くて20分だけん、絶対誰か教えてください。私が15分以上配信しようとしたら、15分になったらすぐ15分経ったらすぐ教えてください。今日はですね、聞いてくださいよ。私はもう、もうあっという間に20分経つけんさ、もう嘘つかんでよ。それで私は今日はとっても本当に薄メイクでございます。なぜかというと、超久しぶりにちょっとあんま肌とか 見らんで、超久しぶりにまつげパーマに行ってきました。まつパンをしてきたので、今日はアイメイクができなくて、マスカラもアイライン、アイラインってね、中にもいつも引いてるんですよ、中にね。そういうのもしてないので、とってもナチュラルな目ん玉ですけど、お目目になっておりますけど、なんと今日は15分ですからね。ちょっと皆さん、絶対15分ですからね、本当にダメだよ。明日めっちゃ早いチキン、めっちゃ早いっていうのは6時起きです。木戸地さん、ありがとう。お疲れ。ふみさんもありがとう。だるまさん、ありがとうございます。こんばんは。ピカピカもありがとうございます。もっと早く喋って、すいません、あらららら、本当もっと早く喋った。そう、ギュインギュイン。そう、今日はね、お目目がキラキ、なんだ、まつげはねピュって乗ってるんだけど、まつげはすごい上がってはいるんだけど、マスカラとかがね、全く塗れなかったから、ちょっと目力はないかもしれんけん。ちょ、で、見て、今日買ってきたと、新しいリップ、これはね、ウォニョンちゃんかな、これ多分ウォニョンちゃんですか。ウォニョンちゃんがモデルをやってるやつだよね。買ってみたんだけど、すごく良かったです。ティンタ見て、真っ赤っかなの、超真っ赤です。可愛いでしょ。あ、真っ赤真っ赤。ちょっと待って、はっ、あれ、私昨日さ、あ、アリさん、ありがとう、可愛い、ありがとう、アリさん、可愛いって、嬉しい、やったね。これなんて言うんですかね、アミューズですか。とっても可愛いね、容器も可愛いでしょ、珍しいなと思ってね。でもこの容器ね、一つだけマイナスポイントがあって、こう立たないんですよ、まっすぐそうだけん、机にさ、こうポンって置いたらさ、毎回こうポンってなるけん、あ、これ立たんのやんと。いいんですけどね、別にこう置けばいいんだけど、なんかリップってこう縦にこう置きたくなるじゃん、それがねふにゃってなっちゃうから立てれないっていうのはあるんだけど、とっても可愛いです。いや、私昨日配信したと思ってたけど、してないわ昨日。してないね昨日。あ、やば、もう最近なんか配信したかしてないかの記憶もないっていう、大変ですよ。地震あったからしない。え、地震ですか。あ、え、こっちであった地震。え、愛媛ですよね。愛媛で地震があったんだよね。大丈夫でした？そっちの方々。震度6って書いてあったよ。びっくりしちゃった。九州、あ、九州、おかんにも一応連絡はしたけど、九州はね、福岡までは揺れたっぽいけど、長崎はね、揺れてなかったみたい。なんかね、福岡とか
大分宮崎とか九州の右側は揺れたんだと思う。でも長崎はね誰も聞かんかったね。地震で愛媛と大分何近い？いや近かよ、だって四国でしょ。四国はだってもう近くじゃね。これなんなのここいいや、まあこれでありさん、ハートありがとう。あ、見えてないわハート。離れてるから大丈夫、こっちは大丈夫だと。こっちはというか実家は全然大丈夫でした。愛媛のお友達はいないな。あ、人は山口にいっぱいお友達が。山口ってさ、もうちょい山口よりかと思う。愛媛が、あ、愛媛と山口って近いんかな。聞いてみようっていうか、どうやったんかな。でも普通に地震の話じゃない話をしてました、そのお友達と。だから大丈夫だと思う。ね、私さ、もうさ、このメガネもさ度が合わないからさ、今度ゴールデンウィーク変えたらメガネどう変えてもらおう。こういうお洋服なんですか？なんかちょっとセクシーのようなダサいような、なんなんですか？ダサいとか言っちゃいかんね。しな、え、そうなの？目つきじゃない目つきじゃない、目は悪くても目つきって。そう、めっちゃ頻繁にメガネって、そう、でもね、まだ2個しか持ってないよメガネ。作りたいなーって思ってるけどね、いっぱい欲しい。だってなんかお洋服に合う合わないがあるんだもん 気にせんでいいかな、そんなセクシーやろこれ。しかも私この下何も着てないけんさ、何も着てないっていうか、あれよ、ヒートテック1枚やけん。なんか黒と茶色ばっかりやけんさ、もうちょっとなんか素敵な色でも、黒とかベージュとかが一番馴染みやすいよね。これ可愛いんだけどね、形結構可愛いんだけど、度が合ってないこの石。でももっと可愛い形があるの、こういうなんか六角形みたいな、そう、六角形みたいなやつがめっちゃ可愛くて、それ欲しいなって思ってる。可愛いよね、六角形のやつ。六角形？黒は万能だよね。黒い服持ってないの？マジ？なんばきょっとじゃ、黒以外。美人の証拠ってばい。証拠ってばい。台形？欲しいとかパリピすぎやろ。七角形かな？ 1、2、3、4、5。何やろ？でもこう、カク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 ってやつの方が、私は、顔が丸くて目も丸いから、どっちかっていうとなんか結構似合うっぽい。丸よりも。明日はもうメイクできるので、まつげも。やば、ハメにしてる？してない。なんだっけ、明日からはもうマスカラ塗れるけん、明日からはバッチリメイクしたいと思います。楽しみ。でもそんな、なんかさ、そんな分からんじゃない、私がさ、わざわざさ、今日まつげアイメイクできんかったけん、マスカラとアイラインとアイシャドウ塗ってませんって歪んでもさ、言わんかったら気づかんやったっちゃないみんな 気づいてた？ボブがチェーン似合うと。嬉しい、本当？マジか、嬉しいな。ちなみに昨日AKB のマネージャーさんとご飯行ったのね。行ったんだけど、
気づかれなかった、あれそんな髪じゃなかったっけとか言われて、いい2週間ぐらい前に会いましたよねって言って、めっちゃロングだった気がしますけどって言って、やばくない、こんな髪切ったのに35センチも切ったのに気づかれなかった、23悲しい、悲しいです。ペースがよかけに気づかんと思う、いいね、気づくそんなそういう問題じゃないでしょ、こんだけイメージチェンジしてるのに、イメージチェンジしてるんだから気づいてほしかったんですけど、だって私さ第一声え髪切ったんってめっちゃ雰囲気変わったねって言われる気満々でっていうちょっとドヤ顔で言ったのに何にも言われなくて、デミもいたんだけどなんか全然違うこと言われたお腹すいたねとか言われて、ちょっと髪切ったんですけど、本当にそんなだからあんまり変わってないのかな、気づいてないの、怖すぎやろ。そうレミタンでも昨日ご飯に集中しすぎて写真何一枚も撮ってない写真に集中しご飯に集中しすぎてなんかめっちゃ美味しいご飯だった、撮れなかった、撮らないと写真そろそろ本当に、ちょっと待っててね、ツーショットだよね、次だ、ツーショットか、もう一時やばんな、帰っちゃうから回数が増えた、本当？嬉しい、借り上げなら気づくわ、ここ借り上げる？代わりに俺の僕の写真使いますか、いいんですかツーショットとか勝手に、トモさんピカピカありがとうございます、カルカンさんもピカピカありがとうございます、今何分配信した、ちゃんと 言ってよ、私はね今日の目標は12時には寝たい、12時には寝たいから、あ無理やん、もう11時過ぎてるもん、お風呂入るのに15分、お風呂15分でしょ、で朝ごはんはもういいよ、明日は15分でしょ、明日食べんでいっか、あバナナ食べればいいやバナナ食べればいい、15分でしょ、で髪乾かすのとスキンケアで15分でしょ、歯磨きしたっけ、歯磨きしたか、でももう一回歯磨きするけど、まあ歯磨き1回してるからもう5分でいい、歯磨きは15 15 35 15、お風呂15いけます、だって髪短くなったもん、髪短くなったけんいける、あーめんどくさい、今日あれやん、マツパーしたけん、まつげパーマしたけん無理やわ、お風呂15、あシャワーです、シャワー、お風呂湯船にはつからん、いけるよね15分で、でも今日このまつげパーマしとるけんか、ゴシゴシできんさ、できんかプーってせんといけん、わかる、プーっていうのはゆっくりってことゆっくりってこと、慎重にせんと、せっかくさ綺麗なこうこれがピュンってなるけん、一生懸命こうプーンってゆっくりやる、あっていうかさ、そう顔洗わんでよくないって思ったけど、洗わんば普通にあれしたわ、下地とか全然普通に塗ってる、ファンデーションじゃない、コンシーラーを多めに塗ってパウダーしてるからファンデは塗ってないけど、せんといけんね、ちゃんと、あ15分経った、あランキング4番といけありがとうありがとう、わささん、あー大好きさんもありがとう、トリートメントはするよ、でも髪のケアだけは譲れんけん、髪はちゃんとします、明日ゆっくり話そう、ごめんね15分で、明日はちょっと早、朝早くて帰りも遅いから、多分11時、え明日何曜日ですか、土曜日だよね、
あれ金曜日か明日で、明日はちょっと夜遅くなるかもしれんけど待っててね待っててね皆さん。じゃランキング見ます。第13位にわかさぽさんありがとうございます。第12位ぴょこにぃさんありがとうございます。第11位662BBM さんありがとうございます。第10位カルカンさんありがとうございます。第9位マウントメガネさんありがとうございます。第8位セタンカさんありがとうございます。第7位エビ様さんありがとうございます。第6位ブリントさんありがとうございます。第5位中心さんありがとうございます。第5位ヨインヨダロロ。第4位キドッチさんありがとうございます。第3位フミさんありがとうございます。第2位大好きさんありがとうございます。第1位アーニさんありがとうございました。ん？ということでおやすみ皆さん。急いで行ってくるけんお風呂にね。で12時に寝れるかな、寝れんかな、寝れんと思うよ多分。だってもうのんびりしちゃうもん。あれ一緒に着ると着ると着れてないか。じゃあね皆さん、明日も明日金曜日でしょ、明日で今週も終了ですので皆さん頑張ろう。ではさようなら、おやすみなさーい。